カート小判ギターズでございます。今回はですね、フェンダーミスタングユーザーになりませんかという動画をですね、やってみたいと思います。ジャガーやストラト、テレキャスもいいんですけども、ムスタングいいですよ。これはですね、1969のムスタングなんですけども、重さも 2.8 キロですかね、ぐらいで非常に軽くて、ハイフライヤーよりも軽いという感じですね。小ぶりなボディにショートスケールで、ナット幅が狭くて、まあ抑えやすいっていうことなんですけども、実はナット幅が狭いことによって抑えにくく弾きにくいっていうのもあります。初心者向けのギターではないんですけれども、すごくいいギターなので、ジャガーもいいけどムスタングもいいよという感じですね。ちょっとこの辺のスイッチですね、やってみたいと思います。まずですね、真ん中で音が鳴らない状態ですね。これを前もしくは後ろですね。で、フロントですね。真ん中にしてあげて、こっち側ですね。どちらでもいいんですけども、リアですね。で、両方真ん中、フェイズサウンドという感じですね。ちょっと弾いてみますか。フロント。という感じなんですけども、弾いてる時にまあ当たったりしてスイッチ動いちゃったりもするんですけど、それもまた可愛いという感じですね。歪みサウンドもやっていきましょうか。フロントから。という感じですね。今回はジャガーもいいけどムスタングもいいよという動画でございました。それでは今回は以上になります。